はい、こんにちは、翔太です。ポケットマスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。構築はね、前回と変わんないんですけど、まあ割と、なんか中身結構気に入ってるんでね、使ってますね。ただ僕が作る構築って、まあ受けループもそうなんだけど、毎回マンムがなんか辛いんだよね。まあ受けループはエアームとか入るからちょっとマシなんだけど、あのね、マンムとかヒヒダラマってそのね、氷タイプがマジで辛いっていう問題一生抱えてて、マンムがちょっとね、このゲームは本当になんとかならないかなと、日々思ってるんですが、マンムー系のために何かポケモン入れるのも非常にバカらしいと。ほう、まあ、ほう絡めたいけど、サンダー考えるとラッキーになっちゃうから、なんか結局ほうがちょっと難しいよなとかって思うんだけど、そうすると多分戦術的に打者に対してはメタモンで切り返す感じになるのかな。ただまあ、メタモンで打者にコピーできれば多分居住図全部見れるから、メタモン割とダッシュドックな話はあって、って感じでいいか。そういう意味だと、まあ、イベルメタモン、アット1はまあ、ラッキーになるのかな。だ、初手メタモン世界で一番バカだよな。そんな戦術、ないだろってぐらい、バカなんだけど。まあ、初手のダッシュにケアしようと思ったらこうか。間に合わなかったわ。終わった。もう、選出間に合わなかった時、せめてさ、選んでるやつはさ、出るっていう、で、残りは上からっていう、ナースアイ仕様に戻してほしいと一生思ってるんだけど、なんならマンムーをこの世界から消してほしいと僕は思ってるんだけど、ちょっとあれだなぁ、だ水タイプ、まあ、大抵僕構築に水タイプといえば、まあ、ドヒドイでは全然解決にならないからあれなんだけど、あれが入るのさ、ヤドランとか、そう、スイ君とか、その辺の枠が入るから、マンムって別に苦じゃなかったんだけど、なんかいないんだよね。だからこれはこれでいい対面からゲーム始めれたっていうか、相手マンム出してないのか。初手ダイマーされた場合だよね。裏にラッキーいるからそんなに問題ないか。身代わりでアドドット取りに行った時に出てくるのかだるいのは、あんまいないな。多分声援一回打って終わる方がいいか。ダイマー。あ、物理が特殊で全然話変わってくるけど、いずれにしても一回ラッキーを切りながらみたいなところは変わんなそうかな。ただここなんとかして、僕裏のイベルタル展開できれば相当やりやすいと思ってるけど。まあザシャンがネックにはなるけど、砲を残せば、みたいな話はありそう。ジェットから、わかんないわ。肩がどっちか。ほう、HB だからさ。たまあ。まあ、並び的に特殊だと思うけどね。ザシャンと組んでるから。焼けるの神。相手、まあ、S1 回あげたら多分十分ってなるかな。だ、これで、あの、ダイマックスが切れた後はね、ほうでまた見れるから。いや、まあ、なんならイベルは、別に焼かなくてもよかった話あるけどな。あの、その後の、ラッキーのデンジャーで、見たい話はあるから、そんなになんだけど、まあまあまあ。で、これ次のアークはまだ、耐えるかな。イベルがサイクル回してくること考えると、ステロもちょっと巻きたいけど、ステロ負けずに終わるのはちょっとバカらしいけど、ダイマックス、アークもう一回飛んでくるよね。だから裏に3台いること考えると、ラッキー残してサイクルした方が、絶対いいから、うん。いやー、これ、ステロも負けずに、あれかなって感じになるかな。ただ、焼けてるからね、相手ちょっと、必ずしもってわけじゃない。あの、赤をし続けて別にそれでいいってわけじゃないから。だから、イベルの引き際には絶対僕、ステロ押しときたくて、そうじゃないとちょっと、まあまあ、でも、砲引きが僕はあんのと、サンダーは多分楽勝だから、ステロ巻きに行っていいか。イベル引いた時にステロめちゃくちゃ刺さるから、絶対ステロ巻きたいんだよね。赤か。まあ、まだ大丈夫かな、これは。ステロ負ける。ひるまないの偉くて。イベルこのパワーを持ちつつも、なおかつさ、ひるみ狙ってこれんの。バグだろう。強えよな。こっから多分方で見れるんじゃないかな。まあ、無理にしても多分ラッキー、終わったわ。ラッキーと方が神でした。はい。じゃあ、そのまま続けて、2戦目やっていきます。
白バトか。ただ、大釜もいるからラッキーは投げたいけど、ランド考えるとカバ欲しいな。カバラキって投げるか。カバラキって投げた時に、エスバーまあ、方で見ればいいか。エルフいるんだったらね、ちょっとイベルとか出したいんだけどな、ってか、カバラキの戦術あんましたくないんだよな。エルフさすがにめんどくさすぎるから、ちょっと考えたいところではあるけどな。かといってだよな、イベル、いや、白バドにはね、イベル方、ラッキーイベル方で行く？いやー、それはさすがにレシエル聞けろ。もう、4体選出が一生このゲーム解消せん。てかね、みんな、近伝2体はさ、まあ、それは入れるけどさ、一般枠でその強烈なやつを、ヒヒダルマとかそういうのをさ、入れるせいでさ、な、本当に、どうしよう、みたいになっちゃうんだよね。イベルラッキーカバ。白バドと、ラッキーカバラのあたりが対面すると、世界が終わるっていうゲームなんだけど。いやー、そういう意味じゃ、鳳凰は絶対欲しいな。イベル鳳凰、ラッキーかなー。ランドロスもゲロだけど。ランドもゲロなら、レジェリキもゲロ。カバルドン欲しいなー。鳳凰がいらなかったかなー。いやー、でも鳳凰いないと、それはそれでね、白バドがちょっと重いんだよな。鳳凰いて解決になってるかって言われるとちょっと怪しいけど、割と、いやー、方が雰囲気受けすぎて僕が頼ってるのは良くないのかな。エレキから来る。まあ、初手のエレキは非常にまずくて、ゲームをね、終わらせられかねないという話があるんですが、てかこれ僕変わるの、カバ、イベルを投げない話だったかな。エルフンをちょっと無視して。ああ、それでよかったかな。で、方で、吹き飛ばし押しに行くみたいな。挑発あるちょっと、いや、挑発押せないでしょ。声援考えると。それでよかったな。イベル投げる必要あんまなかったか。いやー、でもね、ラッキー、カバラキ鳳凰はね、ちょっと、あまりにも消極的すぎるよな。相手は僕の背負ってない今を、まあどうするか検討してるみたいなとこかな。一回ステロから入ってくれるとゲーム、あ、ステロじゃない、ボルチェンから入ってくれると、ゲームなんて、壁エレキ、それはそれで構わないかな。まあ大爆発嫌なんだけど、大爆発は多分大丈夫だから、ここ安心してステロを巻きに行っていいはずで、で、まあ、オーガやばくなる問題は若干あるんだけど、あ、エレキ多分、ラッキーで見れるやつ、ラッキー投げて正解で、ラッキー投げたの多分めっちゃ正解で、バドレックス、ここで出てこないってことはランドロスじゃないか。選手たまたま噛み合った感、半端じゃないね。僕、受けループ使ってた時ってさ、何と何がやばいみたいのは、そこ選手段階であるんだけど、結構な試合ね、この選手すれば絶対勝てるなっていう感じで、ほら勝ったでしょっていう、ゲームを割と知ってたんだけど、そのな、まあ、4体選出受けループもね、品質するから、ただそこは、バカみたいなダイマックスの切り方をして、倒せるっていうのもなんとなく分かってたから、それでなんとかしたんだけど、あーでもまあ、選出段階の辛さ受けループも変わんないか。結局選出段階でさ、どういうゲームプランにしてどうやるかっていうのを決めるわけで、それが通るか通んないかでさ、決まるゲームだと思ってるんだけど、いやーなんかめんどくさいの来た。ここね、ダイマックス切ってくるのが割と嫌なんだよね。僕の方をダイマックス切った場合、相手って誰止めんだろう。誰も止めれなくない？ランドロス後投げぐらいか。ワンチャン一回成立すんのは。ここが難しいよね。相手がダイマックス切るなら多分僕もダイマックス切ってないといけないんだけど、相手がダイマックス切んない場合に、まあ、ああ、多分でも、いやー、かといってじゃあ中間択でって考えると、身代わりなのかな。この再生あまりにも消極的だよな。まあ、ダイマックス考えると再生か。相手の方が上から動くだろうし。でかくなってくる。いや、これなら僕も別にダイマックスでよかったし、なんなら多分相手受かんないから、僕ダイマックスでよかった感はあるんだけど、結局何が辛いってね、
裏に引いてダイマックスを、こう、ランドロスとかで、いやまあでもランドはいないと思っていいと思うんだよな。そこは微妙だよね。アイス、どんぐらい入る？ザシャンの埋蔵耐えるわけだから。強っ。なんだそれ。どんだけ強いんだよ、こいつ。ちょっと思ったよりダメージあるな。弾か。ただ、押してきてる技、光の壁だから。いや、頬に対して、よう光の壁から入ってきたな。レクターから入るもんだと思ってたけどね。ウォールバーンバーンとかでいいかな。お。下からバーン入れる。あー、バーンは先に入れた方がいいか。あられ考えると。バーン、ウォールバーンかな。邪魔じゃないの分かってるから、バーン打つのはそんなに困んないんだけど。こんなバカみたいな強さするっけ？あー、まあでもこんなもんか。いやー、マジで。じゃあかといってカムリルールに戻そっかって言われたら、多分泣いてやめてくださいって僕お願いするからね。それぐらいには辛いから。ナイス。強すぎるでしょ。まあ、ブレザードランスは多分大丈夫だと思うんでね。これバーン入れて、次ウォールしてから、こっちハレカのバーンを打っているわけだから。で、相手ダイマックス切れるでしょ。一旦はなんとかなってると思ってて、次のサイクルどうかって言われるとだいぶ怪しいんだけど。まあ、相手はここウォール読みで引ける場面だと思うんだけどね。僕ウォール切んないと死ぬわけだから。いや、でもね、これは、一旦しのげたら多分それでいいと思うんだよね。次のサイクルはステロ入るのと、イベルの不意打ち、多分ステロ込みだったら圏内だから。一応取れるはずで。まあ、あとエレキどうするか問題か。まあ、ラッキー生き残ってるからな。ダイマックスがあるから吹き飛ばし弱えな、方法の。役立たねえわ。アイス。これ僕強いと思ってウキウキで、持ってきたんだけどね。思ったより役に立たなかったね。ここはハレバーンを押し付けに行って、バドレックスイジチ取れるならそろそろでいい。全然構わない。てかもう受け駒のダイマックス弱え、マジで。死ぬの ?150 くらい食らうからさ、ダイマックス切れたら耐えると思ってたんだけどな。ちょっと強いな、この人。まあ、イベロ投げるしかなくて。だ、オーガはまあ大丈夫だから。いや、オーガエレキならラッキーで僕勝ってるから、それはいいんだけど、冬調整しかないでしょ。何押してんの？あー、はいはいはい。不意打ち策始まった。おら。8回押すぞ、こっちは。移動し続けてみろや。ちょっと悩ましいとこだよね。ただ僕は別に8回、これでも構わないわけだから、全然いいっすけどね。あなたも気分次第だと思うんですけど。引き先がいるんだったらね、全部引きで解決しちゃうから。それは困る。だ、まあ、このバドレックス引かせれるんだったら、それはそれでいいかな。移動レンダー。まあ、僕全然まだ冬打ちでいいね。PP いっぱい残ってる。まだ冬打つよ。あとはまあ、裏したいかな。移動。赤星してるけどね。ちなみに僕赤星してるけどね。トスが言ってみろよ。なんで悩んでんの？普通に、冬打ち8回枯らせよ。なんか突然考え始めたんだけど。いや、僕別にまだ冬打ちでいいからな。全然、てか、あれだからね、8回冬打ちを押す間に、どこで赤を挟むかってゲームなんだけど、
バーカー、僕のがうまいでーす。オッケー、とりあえずバトルックス処理 C の、まあエレキから来てボルチェンなんかな。で、誰が出てくるか問題かな。まあエレキに2回ステロ踏ませて、不意で縛れるかどうかみたいな。不意打ちのリーチ考えると物理型になりたいよね。まあラッキー引くんですけど、で両壁プラスボルチェンだったら多分もう一個大爆発か、突然ね物理技を打ってくるとはあまり思えないんだけど、一回でも投げが入ったりするとな、全然話違うんだけどね。まああと裏が誰かだな。ランドロスとかちょっと辛いんだけど、爆発バゴーン、これはまだ大が見れるはずで、大が間に合う。メガネ無理だけど、エスバーステロ入るのはでかい、超でかい。いや、これでも先制技ある分僕のは有利じゃないかな。身狩り打ってくると困るから投げるか。さすがに身狩りはないと思うけど。膝なんかな。膝だった時はかわして投げが入ると勝つから、それでもいいけどな。まあ、さすがにね。S 場の膝ぐらいやったらイベル耐えると思うけどな。弾はバドか。スカーフとかかな。裏から出てくるってことは。どっち押すのがいいんだろう。まあデスウィングだろうね。デスウィングで落ちるんじゃないかな。膝は耐えるっしょ、一回は。うん。で、助けだった場合にフイとか打ってくるのめんどくさいから回復しときたいっていうのと。てか威力があれだったわ。化け物だった。オッケー。いや、ラキホーみたいな感じをちょっとやりたいけどな。諸説だね。まあ、OK。勝ったから。GG ってことでね。お疲れっす。